おはようございます、やんちゃです。2024年10月11日金曜日の夜です。よいしょ、タイマー15分、はい、よいしょ。はい、お願いします。はあ、あったよ家に転がってた。やっぱり、いやー危なかったね、ほんと。この Kindle Scribe のペンね、はい、 Kindle Scribe のペン、こうかはい、部屋に転がってました。いやー、これないとだってこう書けないから、マジであと右手が手持ち無沙汰になるから、はい、めちゃくちゃ困ってました。はあ、昨日すごいあれですよね、このペンがないせいでうろたえてましたよね、昨日のわしはね。いや、よかった。うろたえた結果、スペアの社外品のペンをポチってましたよね、その場でね。明日届きますまあいつね、なくしてもおかしくないから、スペアのペンを引き出しかなんかに入れとけば、まあ、いざ本当になくなった時にね、交換できるから。はあ、何しろこの純正のペンがもはや買えないということが分かったので。いやー、でもこの純正のペンがもはや買えないってことは、この Kindle Scribe がその後継機が出なそうってことですよね。これもう多分だって2年ぐらい経つ、もしかして、そろそろそんな気がしますよね。2年ぐらい経つとすれば、うん、困ったね。でも Kindle の新型ってそんな毎年ポンポン出るようなもんでもない確かね。だからまあいいんですけど、忘れた頃に出ますとか言って。カラーのやつ出ないかな、カラーの電子ペーパー、カラーの電子ペーパー出てくれると嬉しいですけどね。高そう高そう。カラーの電子ペーパーでこのサイズのやつとか仮にあったとしても20万ぐらいしそう。なんかこれですらね、いや、これいくらだっけ、これいくらでしたっけ、7、8万でしたっけ、10万はしなかった気がするんだけど、うん、カラーになったらさすがに高いよね。まあいっか、出てないしね、そもそもね。いやー、まあちょっと明日社外品のペンがどんなもんなのかっていうのは試すのが楽しみですね。なんか実はこの公式のペンよりも書きやすい可能性もあるわけですからね。はい、2000円ぐらいだったし、この純正のペン確か1万円近くするんですよね。1万は言い過ぎか、7、8000円確か売ってた頃はした気がするので、それと比べたら3分の1とか4分の1みたいな値段ですからね。本当だったら、まあ、こんなもんかみたいになると思うんですけど、いや、実はめちゃくちゃ書きやすいってこともあるかもしれませんからね。はい、次の話ですが、今の時刻は3時25分です。はい、27時25分。いやー、やばいね連日やばいよね。うん、まあ、いや、わし全然認識してなかったんですけど、明日から3連休ですね、どうやらね。明日から3連休。月曜日がスポーツの日。昔風に言うと体育の日ですよね。だから3連休なんですよ。いやだから何っていう。だから3時25分でもいいのかっていう、まあ問題なんですけど。明日は私、インフルエンザの、あとコロナウイルスのワクチンを
同時に打ってくる多分打てる、はい、長男と2人でそのダブル予防接種行ってきます。はい。ただね、あれ有料化しちゃったじゃないですか。だからはちゃめちゃにお金かかりますよね。1万6000円って言った1本ちょっと尋常じゃないですよね、高さがね。ただまあ受験生がいるからね、打っといた方がいいよね多分ね。なんでちょっと我慢して打ってきます。で打ってその後長男は併願優遇のため の私立高校の説明会に行って、でわしはみひろまりなっていう地下アイドルがいるんですけど、みひろまりなさんのワンマンイベ、ワンマンライブ、毎年恒例のやつですね、生誕ライブなのかな、はい、に行ってきます。いやみひろまりなワンマンあるからあれだわって言って、併願優遇の説明会付き添えないわみたいなだんだんおざなりになってきた学校説明会が飽きてきたっていうのもある。なんか大体分かったもうみたいな、そんな行かなきゃいけないようなこと一切ない。なんか学校の説明会、あらかじめその動画で公開されてる学校紹介とか見とけば、あとは説明会じゃないと説明してないこととかないんですよね、見てても。だから資料をもらってきさえすればあとはどうにでもなるっていうか。はあ、いやまあいよいよね大詰めっていうか、あと100日今日ですけど、うん、どうなることやら。今日ねあれなんですよ、中学校の前期が終了して来週から後期に入るんですね。うちは中学生が2人いて、1年生と3年生で、2人とも通知表を持って帰ってきたんですけど、まあなんか2人ともすごい頑張ってるねいや偉いですよね。長女の方初めての成績でしたけど、すげえ良かった。なんか異常に良かった何なんだろうどうしたらそんないい成績が収められるのか分からんけど、はあ、でもなんかもっと良くしないととかって言ってて、はあ、この先が楽しみですね。いやいいな。で長男の方は成績取るのが結構なんて言うんですか、不得意というか、まあわしは気持ち分かるっていうか、成績取るの無理だよねってわしは思うタイプなんですけど、そうも言ってらんないので、内申点があるので、だからまあ上げる工夫というか上げる努力をめちゃくちゃしまくってるんですけど、まあ結構上がってましたね。いやーこれで最終的な評定が12月だかに出るのかな、11月末だか12月だかに最終的な内申点っていうのが出るので、まあそれ次第っていう感じですけど、いやー大変だ。はい、そういう感じですね。いやーまあわしがやるべきことはあんまない、励ますことぐらいやれるのははあ。で今日会社で第三四半期の報告会っていうのがあって、第三四半期こうでしたみたいな感じのを全社員が集まって集会で発表を聞くみたいなやつやってましたけど、まあはい、その後打ち上げみたいなやつがあって、夜から打ち上げに参加してました。なんかそういう打ち上げの機会でもないと、全社員、まあ全社員って言っても東京と福岡と鹿児島に分かれてるんですけどね、だから東京のオフィスの人たちがみんな集まってた東京に、はい、それでなんか会社のオフィスで飲み会とかやってたんですけど、オクトーバーフェストを模したイベントとか行って面白かったですよ結構。いやー
またまたなんか今まであんまり話したことない人たちと話すことができて、まあ、いや、あえて普段絡みのないところに、はい、ちょっと突っ込んでって話をしたりして、はい、これでだいぶ、いや、いろんな部署があるんですよね。なんか私が今まで勤めた会社の中で一番大きいかもしれないんで、なんか全ての会社の人たちとなんか話すのに1年ぐらいかかりそうっていうか、うん、いや、まあそりゃそうなんですよね。もうだって10ヶ月目でしょ丸9ヶ月経って10ヶ月目ですけど、まあまだ話したことない人いっぱいいる。はあ、まあだんだん慣れてきたって感じですかね。いやー、でなんか今日話した人はなんかわしと同じく今年入社した人で、なんか結構インフラ関係が強い人なのかな。なんかマイクロソフトアジュールに詳しいっていう、なんか珍しい人いや、わしの周りではあんまりいない人なんですよね。だいたい AWS に詳しいか、そのまあ、AWS っていうのは Amazon がやってるクラウドプラットフォームのことなんですけど、でわしが詳しい わしが比較的詳しいのは Google クラウドなんですけど、そのいわゆるでかいクラウドプラットフォームのシェアで言えば、 Amazon の AWS に次いでシェア2位なのが Microsoft の Azure っていうやつなんですけど、それに詳しい人がいて、その人とちょっと今日結構話してたんですけど、別に Azure の話をしてたんじゃなくて、なんかやんちゃさんがやってるなんとかハウスっていうのは何なんですかっていうからその丁寧に説明してたやんちゃドットハウスっていうサイトがあるので、そこに全部まとまってますみたいな話をしてですね、そしたらすごい興味を持ってくれて、それは面白いですねと。なんかその地方でデカめのカンファレンスやるときに、そのシェアハウスみたいな何泊かでシェアハウスをやるっていうのは他のカンファレンスだとあんまりない。 Ruby 会議とか Ruby ワールドカンファレンスだと、まあ、結構あるんですけど、今や他のイベントだとあんま見ませんねっていう話になってて、まあそうでしょうね。でも全然成り立つと思うんで、別に Ruby 関係だから成り立ってるわけじゃないと思うから、やったらいいと思いますよっていう話をしたら、ちょっと興味持ってましたねだから来年あたりカンファレンス行くときに募集しよっかなって言ってました。いや、どんどんやってくれ。はい、まあ、最初は参加者が集めやすいっていうか、ある程度身内で声をかけて、その集まる三段が立ってから箱を借りたりするといいかもねっていう話をしてました。できればドットハウスドメインとか取った方がいいよって言ってあのうちの会社はあのドメイン屋さんもやっているので、あのなんか社員割引っていうか社員優待で、その一人一つまで無料でドメインを維持することができるんですよ。でドットハウスドメインって結構維持費用高いんですよ。5、6000円ぐらいするのかな、年。まあ割と高いんですよね。なんか980円とかで維持できるドメインもある中、5、6000円するっていうのは結構高いんですけど、社員特典で無料で維持できるんだったらいいじゃないですかね。その枠まだ使ってないっていうから、じゃあドットハウス取りましょうって言っておすすめしときました。いやー、そんなような話ばっかりしてたな。そういえばあれなんですよ、あの12月に Ruby ワールドカンファレンスっていうプログラミング言語 Ruby のカンファレンスが開かれるんですけど、松江ですね、島根県松江市で行われるんですけど、それに行くのにさえしてやんちゃワールドハウス2024っていう、はい、松江でシェアハウスを2泊かな、2泊でしますっていうやつ、はい、
やるんですけど、いやそれが今日完売しました。ありがとうございますとはいえ松江はあの4人しか泊まれない箱なんで、3人しか募集してなくて、3人だとまあ埋まるでしょってんで、あんまり宣伝はしてなかったんですけど、はい、無事に埋まりました。いやー楽しみだな。12月の松江に行くのは初めてなので、はい、どうなるか。ちょっと多分寒いと思うので、このベンチコートを新調したい気もするけどな、本当にお金がないんだよな。ちょっと Wi-Fi ルーターを新調するのはちょっと来年までお預けにしました。とりあえず本当にお金がないのであの長男の塾の費用が本当にえぐくて、塾が終わるまで、受験がね早めに終わるといいんですけど、だから12月の段階でなんか急に長男の成績がめちゃくちゃ上がって、推薦入試いけるってなって、推薦で受かったらその時点で受験が終了なんですよ。したら塾行かなくて済むじゃないですか。したらね多分冬季講習も行かなくて済むようになるんじゃないか。さすがにそれはないか、冬季講習は行かなきゃダメか。行かなきゃダメってことはないんですけど、ちょっと待ってよ、予定、推薦、あーそっか、推薦の前にもうあれがあるんだ、あの私立校、千葉の私立高校の入試がもう始まっちゃうんだ12月に。いやいや、これ出願日か、試験は1月かで、推薦が1月末かってことは、どんなに早くても最初の合格は1月末ぐらいなんですね、合格発表は。したらもしそこで発表されたらもう翌月から塾行かなくていいから、2月分から払わなくて済むわけですね。いやー、そしたらね、うん、浮くよね結構。でも冬季講習はダメだわ冬季講習ははあ、ちょっとほんと今後ここが踏ん張りどころっていうか、わしは別に何もその根詰めて勉強とかをする必要はないんだけど、塾代をめちゃくちゃ払うっていう意味では歯を食いしばっているんで、それが終わったらまあちょっと今のところ推薦で受かるっていう想定はしてないんですけど、はい、まあね、ちょっとやっていかないとダメですね。なんで3月ぐらいかな、春ぐらいになったら多分結構余裕出てくると思うんで、そしたら Wi-Fi ルーター買い替えようかな。ひえ、いや本当に辛かった。いや全然終わってないですけど、あと半年ぐらいある、半年はないか、10、11、12、1、2、あと4ヶ月か、あと4ヶ月間はい抜ければ結構経済的に余裕が出てくると思うんで、はい、そこで Wi-Fi ルーターを買い替えるなり、新しいバイクを買う算段を立てるなりしようかな。いや本当なんか毎月の塾代を見てると、その例えば MacBook Pro を今月末とかに多分発表で来月発売とかだと思うんですけど、その7、80万円とかを例えば24回払いで払うとするじゃないですか。したら3万円ぐらいですよ。月3万円24回払いで払うとか、なんか安いじゃんみたいないや割と安いじゃんってなっちゃうぐらい塾高い、マジで。はあ、まあいいや、はい、塾の話は、へえ、そんなもんかな。あ、最後にこの話を、
なんかわしがここ1週間ぐらいハマってるあのショートドラマ配信アプリの話ちょっとしましょうか。あのドリームボックスっていうアプリで辰年っていうドラマをわし見てたんですけど、毎日10話ずつぐらい広告を見ながらアンロックして見てたんですけど、今日いよいよ残り15話ぐらいになって、あと15話かっていう時になんかポップアップが出てきて、タイムセールとか言って15話分ぐらいのコインが100円ですって出てきて100円かもう明日から3連休だし、3連休の間にその辰年を見るために広告を見ながら時間を費やすよりは、今100円払っちゃって残り全部見る方がいいなと思って、結局最終的に100円払っちゃいました。はい、100円払って全ての輪を見ました。いやー面白かったな。いやほんと最後まで見たけど、一番悪いのはやっぱ主人公ですねそのかみさんの実家に自分の身分を明かさずに、そのなんか新年のパーティーかなんかで急になんか僕はこの財閥の会長なんだみたいなことをサプライズで発表しようと思ってたとかって言ってて、そのせいでなんかこの能なしがみたいな感じで罵られたりとか、周りの人もその神さんの実家がうちの婿が能なしでねとかって言いふらしまくってるから、すごい侮ってくるんですよね。それもこれも最初から身分を明かしてれば起こらなかったことで、それに起因して罵ってくる人たちをなんか会長の立場を利用して懲らしめていくみたいなやつは、なんかちょっとね意地が悪すぎるっていうか、自分が悪いんじゃんみたいな感じなので、うん、で最後までその調子で、で最後はもちろんその身分を全員に明かして、いやーやっぱり偉い人だったんだみたいな、ははーみたいなあ、なんか中国のお正月に目上の人にする時の挨拶、これいいですよね、このこれこれを覚えた、これ使っていきたい、この挨拶、この左手かな、左手がグーで右手がパーで、なんだっけそれあ、そういうなんか手遊び歌ありませんでした、じゃなくてなんかこうグーをパーで包んでこうやってお辞儀するっていう、あれいいですよね。多分おめでたい時とかの中国のオーソドックスな挨拶なんだと思うんですけど、ちょっと中華街とかで無駄に使いたいですよね。あのガチ中華の店とかでごちそうさまでしたみたいな、ごちそうさまでしたみたいなので、これをやるのは多分そぐわないでしょうけど、で本当にお前なんか中国にわかだろうって思われると思うんですよね、多分ガチ中華の店とかで食べる前とかに、あの料理が運ばれてきた時にこうやって挨拶したら、お前なんかドラマかなんか見てきただろうって、それの真似してるだけだろうって思われると思うんですけど、実際そうだからしょうがないですよね。はあ、ガチ中華行きたくなってきたな。どこだっけ、どこにあるんだっけ、確か赤羽、北区赤羽とかにガチ中華の店が結構あるらしくて、なんか行きたいですね。さもなくばどこだっけ、あれ川口市っていうよりは蕨市の方がそうなのかな、の方にあるらしいと聞いてますよ。はあ、もうなんかね、中国に旅行行くの結構怖いじゃないですか。なんか急に帰れなくなったりしそうな気がしていて、なんか急に捕まっちゃったりとかして、なんかスパイだとか言って捕まったりとか、あとはなんか急に何ですか、
急に情勢が悪化して帰れないとか、大使館にね駆け込むとかできる位置だったらいいですけど、大使館の近くをなんか観光するぐらいだったら、なんか起きた時も急に大使館に駆け込めば済む。どうかな、そううまくいくかな、わかりませんけど、なんか同じ理由で台湾も結構怖くて、台湾行った時に急にね、はいダメみたいになりそうじゃないですか。いつか台湾行きたいなと思ってたんですけど、結構行くの怖い感じになってきちゃった。はあ、いやでも行くなら来年が最後のチャンスな気もしないでもない。最後って言うとちょっとあれですけどなんか縁起が悪いですけど、うん、いざ何か起きたら数年はいけないと思うんで。はあ、なんかね、台湾弾丸ツアーみたいなやつ結構あると思うんですよね。一泊三日みたいな。いやでも一泊三日みたいなやつって時差がある時のやつだよね多分ね。だから台湾行くとしたら飛行機でバカーって行って、でちょっと観光して一泊して、なんかグルメ美味しかったって言って帰ってくるぐらいで、なんか新聞とかに掲載されてるあのツアーとか、あの旅行代理店、小さい旅行代理店が売れ残ったツアーを破格で売ってたりするんで、新聞のそういう広告欄で、そういうのなんか2万みたいな、2万で往復みたいな、1泊2日みたいなやつあるんだったら行きたい。ちょっと行って帰ってくるだけみたいな。そうするとでもあれなのか、パスポート取らなきゃいけないのか。今私パスポート持ってないんですよね。パスポートって確かあれですよね、期限が何種類かあるんですよね。だから長いやつほど高いんですよね。パスポート、パスポート料金、あでも5年のやつと10年のやつしかないのか。あれでも別に4000、ん違うな、はいはいはい、10年有効だと1万6000円で、5年有効だと1万1000円かかるらしい。ほえー、あとなんだこれの残存有効期限期間同一旅券だと6000円、これはなんだ、なくした時の再発行か、分かりませんけど。へえ、まあ、要するに、あでも再発行はまた別だわ。再発行2万2000円とかだわ。つまりわしがフラッと台湾行きたい時はこの1万1000円、東京都手数料2000円、収入印紙9000円、計1万1000円を支払えばいいらしい。クレジットカードで取れるんだ。へえ、いいじゃん。ちょっと台湾ツアーとかでちょっとだけ調べてみる。台湾ツアー格安、ガイドとかいらないんだよな。もう適当に、ほんと台北だっけ、なんだっけ、台北は台湾のことだよね。台湾のメインの町なんだっけ、忘れちゃった。なになに、羽田あ、いいのか、羽田発着フライト利用、往復送迎付き、朝食付き、4日間34,800円、4日間34,800円、え台北で合ってる、台北で34,800円、そんなことある、4日間でだよ。ってことは3泊4日でってこと、 いくらなんでも安すぎん。へえ、いいじゃないですか。1万1000円足す34,800円だから
5万円で、5万円でいいってこと？へえ。あとは向こうでのグルメ代を払えばいいってこと？結構安いですね。でもなんか一泊でいいんだか。一泊とかないんだよね、多分ね。そんなツアー。一泊。でも一泊ぐらいしか、その、時間取れない人とかもいると思うんですけど。あ、あるある。台湾一泊二日格安。あ、でも、それでも3万7千円とかですね。やっぱそんぐらいはかかるんだ。飛行機代の方があれですかね。高くつくんですかね。あ、これしかもあれだ。関空発着だ。そっか。関空の方が近いのか。なるほどね。そういう意味では、あれかな。多分、福岡の方が近いのかな。だから福岡発着だともっと安かったりするんでしょうね。きっと。ほえー。なるほど、なるほど。ピーチっていう、多分あれですよね、ローコストキャリアですよね。合ってる？ LCC ってローコストキャリアで合ってる？いやー、やっぱ新聞の広告とか、あとはなんか旅行代理店のなんていうんですか、相談窓口みたいなやつがあそこにあったりしますよね。ルミネとかマルイとかに、ああいうとこに行って店頭にあるチラシとかで見ると結構安かったりするから、インターネットよりもそっちの方が実はいい可能性もありますよね。どうかな。でもインターネットに最安の情報を載せた方が得だよね、普通に考えたらね。一泊二日台湾行きたいんだが、はあ、行けるうちに。でもそれもこれもあれですね、受験が終わったら、その後お金が浮いたらですね。いやー、はい。とにかくこの苦しい状況を、はい、なんかやり過ごしたい。はい、はあ、よかった、辰年100円で済んで、はい、いい趣味でした。全90話ぐらいを、はい、100円で見たってことになるから、結構コスパ良かったんじゃないですか。面白かったですよ、結構。これでこの3連休ね、余裕を持って過ごせますよ、はい、余計なことに時間使わなくて済む。今度こそ焙煎やりたいですね。明日できるかな。今もう4時ぐらいじゃない。3時53分でしょ。何時に起きられるかな。10時ぐらいに起きられれば焙煎一発できるんだけど、ちょっと難しい。あ、もう一個ちょっと話しよう。これなんか Amazon のウィッシュリスト、あれあるんですよ、やんちゃクラブ公式ウィッシュリストあるんですけど、そこに鉛筆とか消しゴムとかを登録していて、数百円のやつで、そのウィッシュリスト自体はウィッシュリストにないものもカートに入れて一緒に送ることができる設定にしてあるんですよ、はい、なので好きなものをわしに送ることができるんですよ。便利でしょ。それで送られてきたやつ、このメガネ、肩パン福井の新名物どういうことなのこれ。乾パンが好きみたいな話をわしがしたから、乾パンっぽいものを送ってきてくれたっぽいんですよね。どうやらメガネの形をしたお菓子ですかこれウルトラセブンっぽい、なんかウルトラセブンカッカッへえ、どういうこと。福井県ね、行ったことないんですよね。福井県といえばメガネなんですよね。メガネで有名らしい。これ今食ってみるか。よいしょ。よっと。は。でん。硬い。よし。
これサムネになりますか。そう。硬そう。うん。硬い。これはやばい。銀歯取れそう。あまりにも硬いものを食べると歯が壊れそうになりませんか。なんか。うかった。これは自分で肩パンっていうだけ。肩パンってどういうこと？こういうこと？メガネ、メガネ肩パンっていうのはメガネをかけた人がうんってやるやつのことを言うんじゃないんですか。メガネ肩パン。はい。これ剣歯で削って食べないと、いきなり奥歯行ったら危ないやつですね、これ多分。まあもちろん剣歯にもダメージいくんですけど、一旦剣歯で削る、あ、でも、乾パンだわ、味が。完全に乾パンです、味が。その凝縮されたパンって感じ。いや、別に乾パンは凝縮されたパンではないよね。いや、実際そうなんですか？よくわかってないんですけど。あ、でもうまいわ。うん。うまいっす。ごまも入ってる？ごまは入ってないのか。あ、でもごま入ってるな、これ。ほんの少しずつごまが入ってる。ごまの風味がしますね。でもこれ1個食べるのに結構時間かかる。すごく硬いから。はぁ、でもうまいっす。ありがとうございました。いや、最近なんかちょっと口寂しいとか、おやつ食べたいって思った時に、手元におやつがなくて、あの、アスパラ、ビスケットももう在庫ないし、あの、カッパエビセンも在庫ないんで。いや、別に遅れと言ってるわけじゃないですよ。箱単位でね、あの、ウィッシュリストにあるから、たまに送られてくるんですけど、はい。結構、重宝するんですよね、あれね。うまい。でもなんかこれを食べ終わるまで撮影しててもしょうがないから、そろそろ終わりますか。はい、じゃあバイバイ。